お名前をお聞かせください。はい、小林哲平です。はい、所属店舗は稲見ノアです。はい、入会時期はいつだったでしょうか。今年の4月1日です。はい、入会前はどんなことに困ってらっしゃいましたか。入会前は、やっぱりちょっとお腹が出てきて、運動不足だったのもあって、でもなかなかちょっとそういう行動ができなかったんで、その辺が一番悩んでました。はい、入会後何か改善されたか解決できたかっていうことなんですが、いかがでしょう。はい、お腹の方はもう入って1ヶ月ぐらいで、5キロぐらい痩せてしまったんで、もうすぐに解決できたんですけど、その他にもやっぱり体を気にするようにもなったし、毎日ここに通うことで健康的にもなってきたんで、トータルで言うともういろんなことが改善されて良かったなと思います。はい、最後にあなたにとってトイカツ道場とは。そうですね、いろんな仲間とかもここでできたし、いろいろ学ぶことも多いので、自分にとってはもう学校みたいな、そういうところだと思います。はい、はい、ありがとうございます。